はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、簡単なやつですけどね、アンチを洗脳して信者にする方法って言ってですね、まあ、これよく新興宗教とかがやるね、手法っていうのをね、グラフ化してみましたよってことです。こういうのね、覚えておくとね、自分が、意見を通したりするときにね、使うこともできるかもしれませんし、こういうの良くないんだっていうね、意見の方もいると思いますけど、逆に言うとね、このロジックを覚えておかないと、自分が洗脳されることになりますんで、覚えておいて損はないかなと思います。ということで作ってみました。まずね、大事なのは、アンチを発見することからですね。これね、ぐらいの人じゃなくてね、これは大事なのは、明確にね、例えば、この神様はすごいんですってね、山田様ってね、私は神様なんですよね。私神様だとしましょう。無理があるかな。でも昔言いましたね、上司でね、私は神だっていうね、やつがいましたかね、神は接客なんてしないって言ってね、裏でこもってるね、バカがいましたけどね、うん、そうかそうか。で、神は今何悩むんだ、明日のシフトが作れない、神様は属性だことに悩むなという話をしたりしましたけどね、まあ、そんなことは置いといて、まあ、仮に私が神様だという宗教を作ったとしましょう。私神なんです、神様です、全知全能の神様ですよと。ね、もうね、私ね、すごいから、もうすごいですからねって言ったってところでね、みんな、は？何言ってんのってなりますよね。で、大事なのは、そんなたまに、別にそういう宗教やろうというわけじゃないですからね、違います。私ももう、最低限の人間、そもそもそんな人間がね、何百万も借金抱えるなって話ですからね、借金返済系 YouTuber って言ってて何なんだって話ですからね。ですけど、アンチを発見してね、これ大事なのは、まずアンチ、そういったね、何かやるときにね、そんなの絶対おかしいとかっていう人をまず見つけるんです。ここ大事なんです。そういう人にまずアプローチをかけるんですね。でもこの山田神っていう神様は素晴らしいんですよってね、まあ、おっかえされますよね。ここで、大事なのは、こっから粘着するんです。なんでわからないんですか、この神様のすごさ、どうしてわからないんですか、こんなにもすごいんですよって言ってね、やるんです。これはね、どれくらいやるかって言ったら、相手が怒ったらさらにやっていくんです。さらにやるか、油かけていくんですね。いわゆる炎上商法に近いですけどね、ガンガンかけるんです。それで大事なのは、自分が疲れる前に相手を疲れさせるんです。それで大事なのは、自分がそうやってやるんだっていう心構えでいるのと、いないのとで、変わってくるんですけど、自分がね、こういうのをね、綺麗な言葉で言うと、これやばいかな、釈服の概念とかってあるんですよね。どこで言わなかったらいい、気になる人は釈服っていう言葉で調べてみてください。多分漢字は出てきます。釈服ってね、出てきますからね。なんですけど、まあ、どういうような考え方かって言ったら、これ自体がいいですよね。日蓮さんの教えであるところらしいんですけど、もう大体分かってきた。どこが言ってることなんか分かってきましたよね。でも別に否定はしてないからいいか。あそこのね、団体さんも別にその教えを未だに否定はしてるわけではないですからね。まあ、考え方としてはね、理は、かなってるのはかなってるんです。例えばね、目の前で明日殺人をしようとしている人がいますと。ね。では、ね。その人を止めることって悪いことですかっていう話ですね。明日殺人しようと、明日自分の親を殺そうとしてる人がいます。そういうことを知ってしまいました。その人を止める。これ悪いことですか？殺人を やめさせる。いいことですよね。いいことをしましょう。これが釈服の基本概念なんです。いいことですよね。ね、それはね、いやでもね、そんなね、人様のことにからわれずにね、はい、もうぶっ殺しまえってね。悪いことですよね。人殺しをね、止める、ね、で殺される人を救う、すごくない、いいことじゃないですか。いいことをしましょう。これが、基本概念なんですよ。で、大事なのは、いいことをするためだったら、自分の正義、まあ、正義を貫くためって言うんですけど、正義を貫くためだったら、どんな手段を使ってその人を止めてもいいですよ。ね。だから殺人をしようと、明日の殺人、だから爆弾、ね、自爆テロのね、計画を立ててる人を見つけちゃいましたよと。ね、それを、ね、警察の人と相談してね、一緒にね、止めてね、爆弾外してね、で、その人がね、明日行くんだってやるよとしてもね、もうそのまま拉致監禁してね、そのテロを未遂にする。すごくいいことじゃないですか。ね。ね。いいことです。
しょっていう発想なんですよ。だから正義を貫くためだったら、ラジ監禁しててもどんな暴行を振るってても正しい道に進めることが正義だよねっていう発想になるんですって。でそれがあまりにもちょっとどかすぎると、一時期問題になったようなこととかになってくるわけなんですけど、うん、で、いうぐらいの要は強い心身を持ってですね、抗戦力をしていくわけですね、うん、なんですけど、で、だからね、あのそういう考え方があるんだっていうのを認識しておくのは、非常に大きいですし、これはいろんな営業とかする意味でもね、有効になってきます。だからね、意外とね、宗教の方って営業とか向いてるし、接客向いてますよ。だから私はそっちの方だって分かったら結構採用してましたしね、うん、接客の時特にね、うん、正直言ってね、基礎が全部できてる状態なんで教えやすいっていうのはあります。笑顔で接客とかって、ね、できない人多いんですよ。でもね、宗教の入ってる方でしたら、基本的に笑顔でおはようございますこんにちはっていうの全部できますから、そう教えなくていいだけでね、結構ね、接客のハードルがね、ガッてね、ガッと下がるんですよね。すごく教える側やりやすかったりするんですよ。そういうようなところもありますけど、大事なのは、洗脳する場合ね、相手を洗脳する場合には何が大事かって言ったら、そういうふうに言ってとにかく粘着するんです、ね、とにかくやっぱ素晴らしい、とにかく素晴らしいですって言い続けるんです、ね、それはね、相手が怒ろうかね、怒ったら儲けもんなんですよ。むしろもう相手の感情が動いてますから、うん、一番きついのはシラフですからね、ふーん、ふーんっていうのが一番ね、答えますけどね。でもね、強い心を持ってね、心身すればね、大丈夫らしいです。っていうことで、そこで相手がそれやってね、怒ってるとね、そのうちね、怒り疲れてくるんですね。そうすると、そこで一気にスパッとかけます。うん。うん。ほら、あなたの、そういうのは揺らぐっていうことはどういうことですか？つまり私たちが一番正しいってことが、やっと分かってきたんじゃないですかってね、一気にスパッとかけます。そうするとね、相手が、まあ、もういいやって。いや、まあ、とりあえず分かったよ、分かったよ、とりあえず分かったから、妥協したら来るんですね。妥協したからですね。うん、で、大事なのは、ここでまあまあ分かったよとかっていうぐらいだったら、まず最後までぶっとかかないといけないですよ。分かりました。やっぱりその考え方が素晴らしいですってことを言わせるんです。言わせたところで、コロッと出ましょうか。素晴らしい、やっと分かっていただいた、素晴らしい、あなたはついにね、山田神の素晴らしさに気がついてくれた、素晴らしい、みんなでわーって、ね、褒めるんですよ。するとね、あ、俺って間違ってたんじゃないかな、俺はついにやっと正しい道を見つけたんじゃないかなってなるんですよ。これがね、洗脳の仕方なんです。洗脳ってこういう感じなんですよ、うん、でいうふうに言って、ね、最後バーッと最後にね、一言言わせるっていうのが大事です。そうするとね、パーンってなっていうやつなんですけど、うん、そうすることによって信者っていうのが生まれるわけです。今度はまたそうして生まれると熱狂的な信者になりますから、さらにその信者がインフルエンサーになって広めていってくれるっていうことなんですよね、っていうことをやります。あ、すみません、二茶を濁して言っとったけど私書いてたね、下に、すみません。SGI の意味がわからない方は調べてくださいね、うん、SGI で出てきますから、これを徹底的にやってたのが SGI ですよね、まあこういった勧誘っていうのをしっかりやって、釈迫ね、抗戦ルフっていう形でね、あ、今もね、抗戦ルフは堂々とこれは方針として、揺るぎない方針でございますから、多分問題ないと思いますけど、構成力っていう形で、信者数の拡大をやってた、それによってあれだけの勢力になってるわけですよね。に対して、JCP ね、JCP で何かわからない人は調べてくださいね。多分すぐ出てきますから、赤い旗のところが出てきますから。で、まあ、秘密結社的にやるんですよね。基本的に党員が、党員の中でも、ね、街中歩いとって、この人が党員だとわからないです。SGI の場合は、わかるような方法というか、基本的には、全員、町内会みたいな感じで分かってますからね。あそこ、どこどこさんもね、どこどこさんもってね、分かりますから。うん、まあ、いろいろ分かりやすいメッセージとかも、ありますしね。うん。ねえでしょ。
で、いうのがありますよと、だからまあ数が増えなかったんじゃないかな JCP の方はっていうね、ことですね、アンチ勧誘っていうものに関してはあまり積極的にやってなかったかなっていうイメージがありますね SGI に比べるとっていう、ところとかがあるんで、まあ、一応こういうふうにしてやるんで、まあ、これから新興宗教を開こうという皆さんとかね、こんな感じでやったらね洗脳ができるんだなというね、ふうにね、覚えていただいたらいいと思いますし、それ以外の、多くの皆様は、こういうふうにして洗脳っていうのが起こるんだなっていうのを頭に入れておくことによって例えば、そのねあの暗示としてね潰しにかかるときとかに、相手に逆に洗脳されないようにするっていうあの潰しにかかりに来た人ってのが一番ね洗脳しやすいですからねそういうもんですからね、っていうのを頭に入れておくと、非常にあのそういった対策しやすいんじゃないかなということで洗脳の仕方っていう、お話でございましたということですね、まあ、この動画はこれぐらいでね締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。